こんなシャレた店で飯なんて初めてだぜ。まあたまにはいいんじゃないのか。いい匂いがプンプンするな。そうだな。なれねえもん食って腹壊すなよ。それお前だろう。こんな店にこんなメニューあったか。なんか期間限定でヨーロッパからシェフが来てるらしいぜ。今だけ本場の料理が食えるんだとよ。おう、何食おうかな。メニューに写真がねえからよくわからん。じゃあ俺は本場サーモンのマリネ、海の妖精仕立て、キャビアを添えてってやつにするぜ。お前それ何が出てくるか分かってんのか。そもそもなんて言ったのか分かんねえよ。なんだとてめえ、もう一遍言ってみろ。お前が言ってみろよ、さっきの注文よ。だから本場サーモンのマリネ、海の妖精仕立て、キャビアを添えてって言ってんだろ。やっぱ分かんねえよ。そりゃてめえの耳がおかしいからだろ。桐生さんなら分かるよな。あ、ああ。本場サーモンのマリネ、海の妖精仕立て、キャビアを添えてだろ。そうそう、それだよ桐生さん。よく分かったな。ちゃんと伝わってるだと？おかしいな。おかしいのはてめえの耳だろ。さっさと耳鼻科でも行ってこいや。だいたいお前らにだけは聞きづれとか言われたくはねえんだよ。お前らだっていつも何言ってんだか分かりゃしねえじゃねえか。そんなことはねえよ。じゃあ天竜、そのメニューにあるシェフの一言読んでみろよ。お安い御用だ。皆様の心を震わせられる料理を目指しております。前菜からデザートまで断りの素材を使い、美味しさと笑顔の絶えないお時間を提供いたします。大切な人との素敵な思い出になりますように。なじゃねえよ。全然わからんわ。シェフの気持ちが何も伝わってこねえぞ。それはお前らがこざれたコメントに慣れてねえからだろう。キリュウさんにはちゃんと聞こえてたよな。え？じゃあシェフの締めの一言言ってみてくれよ。大切な人との素敵な思い出になりますようにだったか。そうそう、大正解だよ。マジかよ。キリュウさん、こっそりメニュー見てねえよな。見てねえよ。なんで素直に信じねえんだよ。あんなの普通聞き取れるか。まあ伝わりにくいコメントを載せたシェフも悪いな。いや悪いのはお前の滑舌だろ。シェフのせいにすんな。ああ黙って聞いてらすくほど言いやがって。何言ってんだか分かんねえのはお前もだろ。おいおい、お前らと一緒にすんじゃねえよ。じゃあお前早くす言葉でも言ってみろ。そうだな、ちゃんと言えりゃ文句はねえ。なるほどな。たく仕方ねえな。よく聞けよ。カエルピョコピョ、カエルカエルミョコ、ん、カエルミョコミョコピョコピョ、まあ言えないなこれ。お、なんだって。どうだ。いやどうだじゃねえよ。全然言えてねえじゃねえか。うるせえ。これ案外難しいんだぞ。そんなん言うならお前ら早口言葉言えんのかよ。どうなんだ。いいだろう。生麦生米生卵青巻き紙、赤巻き紙、キバキ紙、青巻き紙、赤巻き紙、キバキ紙。言えるわけねえだろ、こんなもん。早く言えりゃやれんのか、おい。手
てめえ、さっきと言ってること違うじゃねえか。うるせえ。まあまあ落ち着けお前ら。そうは言ってもよ、桐生さん。よし、俺が手本を見せてやろう。え？いいか、よく聞いてろよ。これが本当の早口言葉だ。赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマ、赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマ、赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマ。すげえ。しっかり聞き取れるぜ。くっ、やっぱ桐生さんにはかなわねえな。俺たちもまだまだのようだ。そのようだな。だがこのままじゃ終わらねえ。次こそきっちり言ってみせるぜ。ああそうだな。とりあえず今はちゃんと料理を頼まねえとな。すいません。あのマリネのなんとかか。あんなのお前注文できるのかよ。おう大丈夫だ。いい顔つきになったじゃねえか。これをください。言わないのかよ。